はい、こんにちは、夏林です。初心者のためのギター講座。今回取り上げるテーマは、ギタリストのためのネイルケアというテーマです。ギターを弾くにあたって、爪の長さってね、すごく重要になってくるんですけれども、実際どれぐらいの長さにすればいいかってね、結構悩んでる方いらっしゃるかなと思います。この爪を切る作業を詳しく見ていくことで、どれぐらいの長さにすればいいか。で、逆に爪が伸びてるとね、どういうデメリットがあるのかっていうのも、詳しく見ていきたいと思います。まあ、それだけだとね、ちょっと面白くないので、最後にね、100円ショップのグッズを使って、この爪をきれいにするっていうね、まあ、ネイルケアっていうんですかね、それもやっていきたいと思いますんで、ぜひ最後までチェックしてみてください。はい、今ですね、爪が伸びた状態で撮影しております。まあ、わざと爪伸ばしてるんですけれども、まあ、こんな感じで、僕は、まあ、弾けるのでね、まあ、これぐらい、伸びてても抑えることはできます、だけどもね、やっぱりこれぐらい伸びてるともう僕は爪切りますね、うん、これだともう長いで、今ですねこんな感じでですね、よくよく見ると人差し指の爪がここだけ欠けてます。これは人差し指で弦を押さえるときに、ここが当たってしまうのでね、こういう形になってしまう。やっぱりこれぐらい、長さで言うと1ミリぐらいですかね。うん、これぐらいの爪の長さでも、もうこうなっちゃうので、もうこうなってくるとやっぱりね、爪は切った方がいいだろうなっていうことになります。で、この人差し指っていう指は、お肉よりも爪がこう先に来ることが多いと思うんですよね。まあ、爪の形は人それぞれ、指の形は人それぞれなんですけれども、結構こう爪の方が先に来てしまう。で、これでね、悩む方もいらっしゃるかなと思います。僕もそうでした。なんだけれども、逆に言うとですね、こう爪が先に来たからといって弦が抑えられないわけではなくて、むしろ特に人差し指の場合だと、こう爪で弦を抑える、もうそれぐらいの感じで弦を抑えれば、ちゃんと弦自体はね、抑えられるので、そういう指の形で悩んでる方はぜひそこを参考にしてみてください。でもやっぱりねこんな感じの爪の形だとね、あまりよろしくないので、爪を切っていきましょう。はい、では爪切っていきたいと思います。長さはですね、まあ一般的な普通に短い長さ、それで全然問題ないです。はい、じゃあ切ります。はい、こんな感じですね。さっきあった弦の跡もこれで綺麗ですね。はい、そこまでね、深爪っていう感じにはしなくていいです。あんまり深くても、なんだろう、弦を押さえる時に逆に深爪がすごく痛くて、弦を押さえるの大変っていう風にもなったりしますから、うん、あんまり短く切りすぎても、ちょっとねうまくないですね。まあ大体こんぐらいですかね。はい、まあ一般的に、まあ、短いなって言われるくらいの長さにすればいいと思います。右指の爪を伸ばして、ね、アルペジオとか弾くときにその音をねきらびやかにするっていう弾き方ももちろんあるんですけども、僕がアルペジオを弾くときは爪は当てません。指のなんだろう、お肉を、弦に当てて、まあ、丸い音でこう演奏するっていうような感じですね。なので、ピッアルペジオのね音をきれいにしたい場合はピックを使って、アルペジオを弾くっていうような感じですね。ではですね、今度はですね、このネイルをちょっときれいにしていきましょう。で、今回使うのがね、こちらの3つになります。こちらが除光液ですね。で、こちらが、まあ、トップコートになります。で、こちらがですね、僕、これ結構お気に入りで使ってるんですけれども、ネイルファイルっていうやつで、これセリアで売ってるんですけれども、これ1つでですね、この一番粗いやつで爪の形を整えた上で、これで表面をね、こう整える
この1、2、3で、全部でこれで、ここで4ですね。全部で4段階で、これ、爪を磨くことができるので、結構おすすめです。ちょっとですね、今、古いトップコートが塗ってあるので、これをちょっと落としていきましょう。その時にね、除光液を使います。まあ、除光液はね、特に難しいことはないです。こんな感じでこうティッシュにね濡らしといて、こうね落とすっていうような感じ。なんかこれだと爪が白くなりにくいっていうタイプらしいです。で、これ結構たっぷり、100円ショップのやつなんだけど 150ml でたっぷり入ってるので、これ1個あればね、まあだいぶ使えますよ。まあなかなかね、まあ、43のおっさんがネイルケアをする動画なんて、まあ多分 YouTube 初だと思いますけど誰得みたいな思うかもしれませんけど、でもさ、こういうのってやってみればわかるんですけど、やり始めるとやっぱりね、うまくいかないとなんか気分が乗らないし、逆にうまくいくとすごく気分が乗って、あーなんか綺麗になった、ラッキー、やったやった、綺麗になったじゃん、効果あるわーっていう感じで、なかなか、まあ男でね、僕も YouTube とかやってなかったらこういうことはせずに来たでしょうけれども、はい、多少見られるお仕事なのでこういうこともするっていう感じ。はい、こんな感じで、トップコート落ちました。お次はですね、こちらの先ほど紹介した、ネイルファイル、こちらで、表面を整えていきたいと思います。やっぱりね、こういう下地作りって結構大事ですね。ここの表面結構ザラザラしてる、縦に筋が入ったりとか、結構あるんじゃないかなと思いますが、そういうのをねこう整えることで表面をきれいにする。でなんかね、これってこう丸く、こう丸く削るとなんかきれいにいくって知り合いの女の子が教えてくれましたこういうのはね、やっぱ女子に聞くのが一番ですよね。はい、こうやるといいらしい。僕は普通にただこうまっすぐやってたんだけど、丸くやるのがおすすめらしい。今ねステップ1のやつで削ってるんですけれども、やっぱりこの表面をきれいにするっていう、削るっていうのも爪のね薄さっていうか厚さがだんだんこう削れていくわけで、あまりやっぱり頻繁にはできないですね。このなんだろう、下地を磨く作業も削るだけなら1ヶ月に1回ぐらいでもいいかなと思いますね。女子の方がね多分そこら辺は詳しいと思うので、詳しい方、こういう風にしたらいいよっていうのがあれば、ぜひコメント欄で教えてほしいです。僕言うて男なのでね、こういうのをやり始めたのは割最近の話なので、ね、そんな専門家ではないし、美容系 YouTuber でもないからさ、マジで実際さ、この動画をさ見てる人はなんでおっさんの爪磨き見せられなあかんねんみたいな、そんな感じになるかもしれないけど、まあ、はいはいはい、あ、綺麗綺麗、はい、表面で、番数をステップ2に上げます。で、僕がトップコートを塗るときはですね、番数を、このステップ2ぐらいまでに止めておきます。ステップ3のやつだとですね、爪が本当にピカピカになるんですけれども、ピカピカになりすぎても要するにこの除光液の食いつきが悪くなってしまうので、2番ぐらいで、とどめておくのがいいんじゃないかなと僕は思っております。逆にこのステップ3を使うときっていうのは、まあ、トップコートを使わずにね、ただ爪の
金額だけで綺麗にしたい場合は、そちらの方がいいでしょう。それだけでもねだいぶ綺麗になるので、特にね男性なんかでこのトップコートを塗ること自体にちょっと抵抗があるな、とオカマじゃねえんだしって思う方もね少なからずいらっしゃるでしょう。まあそういう方はこの爪を磨くっていうそれだけでもだいぶね仕上がりは変わってくるので、そこはおすすめしておきます。まあ女性の方とか僕みたいな変わり者は、最後に仕上げとしてねトップコート塗るのがいいと思います。はい、で今回ねこちらのセリアで売ってるねトップコートを使います。こちらのね丸い小瓶のタイプっていうのがすごく塗りやすいんですよね。ムラが少なくし綺麗に仕上がるのですごいおすすめです。でこれを、まあ、こんな感じで本当にサッサッサッと、はい、これでもう OK です。うん、本当に塗りやすいんですよ。すぐよく伸びるし乾きが遅い分伸びがいい。ね乾きがいいやつだと塗ってる途端にこう生乾きの状態になって、そこからねムラができやすいんですよ。うん、乾きが下手に早いとね。このねこの小瓶の丸い小瓶のタイプマジでおすすめ。こちらがもう出ました。うん、簡単でしょ。で見てるとやってみたくなりませんか。男でもおっさんでもやってみたくなりません。マジでね綺麗になるんですよ。うん、やっぱねギタリスト手元見られたりしますから、こういうのやっとくと結構いいんじゃないでしょうか。でやっぱ女性がさこういう例えば化粧とか、まあもちろんネイルもそうですけれども、だからねそういうのになんか男から見るとさ、なんでそんなにこだわるのとかさ、ああだこうだ女性が言ってるのがいまいちこうピンとこなかったり、なんか めんどくせえなうるせえなとかって思いがちじゃないですか。でもさ自分がこういうのをやってみると意外とさやり始めるとこだわりが出たり、まあ、さっきみたいにこのタイプがおすすめですよとか、逆になんか違うやつやっちゃうと、塗るのがうまくいかなくてなんかね思った通りにならなくてイライラするみたいな、うん、そういうのがだいたい分かるようになってくるんですよね。うん、面白いもんで、はい、こんな感じで仕上げました。まあ、あとはねこれをまあそうですね、まあ、5分か10分ぐらい置いて、あまりねここにこう触らないようにして乾かせば完成という感じです。はい、そんな感じで仕上げました。いかがだったでしょうか。結構いい感じで、仕上げることができました。このおかげだと思います。物が悪いとね、ほんとね、ムラになりやすいんだけど、ほんとね、これおすすめなので、見かけたらぜひ使ってみてください。今回はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。では、さようなら。